なるほどです、ね、まあ確かに不況は世界同時不況ってね今言われてますのでね各国があれだとは思うんですけれどもまあそれぞれの国の事情があると思いますのでねそういう発想はあると思うんですがそういう中でまた中国の動きですけれども、まあ、まず中国の国としてですね、まあ、あの一貫中国の自国の えー、法律で,です、ねはい、勝手に尖閣は自国領だ、中国領だというに規定してです、ね、主張を続けているんですけれどもその辺のその経済に絡むのかどうかわからないんですが中国側の最近の動きというのは何か今、中国の海軍の動きというのはやはりこれは非常に米軍も自衛隊も慎重に監視している段階で胡錦涛政権が完全にコントロールできているのかというところ疑心暗鬼になっている。うん、あのー 南太平洋で米軍の調査船をまあ中国艦隊が囲んでしまうようなえ国際ルールでいうと考えられないようなことを平気でしてしまうえそれに伴いまして東シナ海も非常に中国軍の動きというものを海軍の動きというものをまあ重視してえ常に見ている状況ですまああの覚えていらっしゃいますか以前潜水艦が石垣島の近海をまあ 先行したまま取るような事態があったわけですから了解心配あれは原子力潜水艦で非常に危険な状況だと、うん、そんなことを二度とされてはいけないので、うん、やはり海を常に見て、うん、あの中国軍の動きというのは監視していかなければ、うん、まあ環境問題を含めて日本に悪影響を及ぼす可能性は高いと思います。うんうん、なるほどですね まあ今もお話ありましたけどアメリカの音響測定感をね大賀してもぶつかるぐらいの形でねやったりとかっていうことでまあアメリカにしてみれば尖閣の問題う々ぬんというよりもあの中国の源泉のね情報を取ってですね自国の防衛に役立てたいっていう思惑があるんでしょうけれどもだ日本としてはですねやはり尖閣の領土を保全していくってやっぱり大名目がありますので,ですね日米との連携っていうも必要なのかなと思うんですがでそういった中であのまあ国としての動きもいろいろあるんですが先般あの中華連合っていうんですか。 中国や台湾や香港や旧カ府とかですねはい、はい、運動家で尖閣に上陸を目指すっていうようなことを発表して、えー、動きがあるようでありますけどそれについて何か情報はおつかみでしょうか。来、はい、くる来ると言っていても実は思ったより金が集まってこない、うん、あの彼ら大戦団を用意する金がね、うん、資金が問題になってきていて。はいで 実は海上保安庁もです、ね、2月に台湾にスタッフを派遣して調整をするような流れを作っておりまして台湾サイドが、まあ、ダイレクトにはその流れを受け入れないと、うんうん、そうするとはしごが発された形で、まあ、中途半端な、まあ、あの抗議戦が来るという可能性は高いと,だとりあえずもう金は,は,は集め始めてしまっているので。うんはい 抗議戦は出さないといけないというところですね。うんうん、ただどれほどの規模かというと、もう言われてるほど大きくないんじゃないかということを今見ています。すねうん、あの昨年やはり台湾との関係というのが、はい、あのいろいろ議論されている中で、ね、まあもと,もと尖閣に関しては台湾は一歩引いた形でずっと進めてきてバイキングになって急にやったわけですね。で,ねで台湾サイドにもいろいろ問題があってですね。うん 実はあの石垣近海で台湾の漁船が密漁するんです、はい、マグロを追いかけてきて日本の領海に入ってしまう、はい、それが多い、うん、で台湾側はそれを拿捕するんじゃなくて警告をしてくれと拿捕、うん、するとですねやはり400万とか800万円の担保金というの今罰金に相当するものを取るわけなんですけど、うんはい、それがあまりにも多かったので多少目をつぶってほしいと、うん、要は警告を打ちで追い返してくれるというようなことを まあ日本に対して要望を出してまして、うんはい、で今までそれをやってきたわけですその代わり台湾は国としては尖閣にとして手を出さないという流れができてたんですね、うん、で台湾側がルールを破ったもん、うん、ということもあるもう一つそれも含めて昨年海上保安庁は台湾の漁船を打歩して<ー>通常は今までは海上保安庁出ない水産庁が打歩してと<ー>あえて海上保安庁が出ていって打歩した、はい。 で、それは向こうに対しても、ルールを守る、うん、守,る守ると、海は明確なラインがあるんだということを主張したわけです。うん、なるほどですね。それ以後、非常に、まあ、新しい味方に、両国ともになり始めて。うん、おそらく、台湾側は今、だいぶ日本に、代表を始めている。なるほどですね。それは、まあ、その、台湾の経済事情ってこともありますけど、やっぱり、その、だ日本がだほしたってことの、強力な、このメッセージっていうんですかね。まあ、あの、意思は伝わっていると思っ,伝わってる。はい。 まあそうすると台湾の方は損得非常に悟いのでどちらが得かとそしたら日本と付き合っている方が得だとあのとりあえず中国との関係は三通が始まったことで一段落、うんうん、その辺まあ日本としてはねその領土保全を考えるとまあ台湾 の領土だというう認めるわけけにいいかないんですけど台湾を巻き込んでですねやっぱり大陸に言っていくっていう人もあるのかなと思うんですがでもそうなると台湾は中大陸との関係を守りたいからってことでちょっと難しい日本の側にも領土問題としてはですね、うん、日本の側にもつけないし独自のことも難しいいっていうそうそですねあのただ台湾は実は、はいえー、台湾の希望は台湾単体として、うんえー、尖閣諸島の開発に日本と一緒に取り組みたい、うん、共同開発なんですね。 日本台湾としてて入っいきたなぜか魚釣島尖閣諸島から台湾の黄色まで170キロなんですよキロ一番近い石垣島までは同じ規模なんですけど石垣島は起点になり得てもそこで例えば石油生成ガス生成ができない大規模なプラントを作るわけにいかないのでですかたら台湾を使うというのは日本の土地である 尖閣諸島を認めさせれば台湾も入って台湾を有効に使うというのも一つの手法であるかと切れそうになってしまった日台関係をもう一つ結び直して台湾と友好関係の中で、うんえー、離島期相当まだまだお元気ですし、うん、うまく。あの もっと相当ですね、お元気ですので、うん、うまく話を進めていきながらもう一度日台関係を構築していかなければいけないと思います。す、うんうん、なるほどですね。まあ、領土の問題ですから慎重にしなきゃいけないところあると思いますけどただね中華民国としての台湾じゃなくてねその中華思想を捨てた。 新しい台湾との関係というのを、ね、気づいていくとやっぱり必要なのかなという気もするんですがで、まあ、今回そのいわゆる中華連合と成り物入りで報道されまして抗議あの上陸目指すという話であんまりまあ動かないんじゃないかというお話もありましたけれども、まあ、以前あの運動家活動家が上陸したという時間上陸っていうほどまではいかないという思い、まあ、それは実際になってみないと分かりにならないと思うんですけれどもあ<の>の予測としてはどということになればですで、うん 逮捕して、うん、厳格に取り調べをして、うん、日本のものだってあることを十分に世界に知らせるチャンスになるかもしれない彼らの過激な行動をすればそれを日本の法のもとにきっちり裁くと厳格な対応をしていかなければいけない、うん、日本のアイデンティティを示す対応をすればいいだけの話で、うんうん、それはあの来ることに怯えるのではなくて、えー、来たら来たでしっかりとした対応をすると。うん なるほどね、それを国際法に基づいて、えー、日本の国内法に基づいてやっていけば何の問題もないことだと思います、うんうん、そうですねそうであらねばならないというね前回の上陸を許した時には海上保安官が同じ御嶽島にいたにもかかわらず現行犯逮捕できずにですね帰らせてしまうでそういうまあ 法の元なのなか何か別の力が働いたのかよく詳しいことは分かりませんけれどもそういった現実もありましたので実際にもしね上陸があった場合当時とだいぶ海上保安庁も不審船対処等もへあの経てですね北朝鮮の関係もだいぶ変わっているのかもしれません、ねまあ、前回の時はあは一応、逮捕して沖縄まで連れてきたんですもうこれは外交当局がすぐ強制送還してしまった、うん、今回は明確に取り調べをすべきだと。うん、取り調べをして 明確に何が犯罪であるということを世界に知らしめなきゃいけないと思います、うん、あの特に石垣の方々今問題意識を持ち始めていますので、うん、まあ石垣の方々も同じように尖閣諸島は石垣のものだ、うん、石垣のあのこれからは尖閣諸島の開発に 左右されるんだとということで、うん、あの問題意識を持ってますので、うんまあ、石垣の方も地元の方も、えー、無耐な中国の行動は許さないんだということをもう一つ盛り上げていって日本全体としてあの彼らの行動を許してはいけないと国際法を起こす行,動行為は許してはいけないんだということを、うん、あの認識していく。 広めていく必要があると思いますなるほどですねそれは本当に石垣のね実際にその現場であるね石垣の方々と連携もありました、はい、あとそれ以外のね、はい、あの内地の方にいる本土の方にいるですね人々のやっぱり意識啓発ともの、はい、で 対馬、まあの問題等でですね離島侵攻しなしゃいけない、はい、またまた、あ、今までの離島侵攻法だけじゃなくてですねあの安保の面にも含めたやんなしゃいけないって話もあったんですが、まあ、石垣についてもやっぱりそういったねあの島自体やっぱり栄えさせていかない限り だからその、ね、領土保全につながっていけないんじゃないかなとあると思うんですけど、はい、あの私も昨年11月にあの石垣の八重山の青年会議所のメンバーに呼ばれて海洋基本法の講演を、はいえー、求められましてかなり市民の方が集まっていただいて、うん、海洋基本法のもとに島を開発していこうと、うんえー、島を開けてそして日本の国境の島として自分たちのアイデンティティを示していこうという雰囲気が今、盛り上がり始めています。うんうん あのこの日本全体が景気が低迷している中で石垣今頑張ろうとしてますので、うん、あの新聞も変えてあるいはミニ FM も作って、うん、あの新しい風を吹かせていこうと。うん 南のの島かから少ししずつ動き出しているのかなという兆候は感じてます、ね、なるほどですね、まあ、そういった地域の方々の、ね、せ積極的な活動にやっぱり、ね、国としてもねやっぱり後押しをしていけるような体制を作る必要もあるのかなというふうに思うんですけれどもあとそれとともにやっぱり国民一人一人が、ね、意識を持つということも必要なのかなというのをお話し伺っていて思いました。はいはい 今はあの本当にジェネレーションギャップ世代交代の時期市長はじめまだまだ堅い旧、うんうん、体然とした考え方と若手が今変えていこうという中で、うん、石垣のちょっと、えー、海の苦しみの時期でもあろうかと思います。うんうん、なるほどですね まあこれからもたびたびまた石垣島、ね、訪問されるかと思うんですがぜひ現地の方でもいろんな考えがあるっていうお話もありましたのでねそれがいい方向に向くようにですねぜひあの山田先生にはあのご発言をしていただいてですね行動していただきたいなというう思いますえ本日はの現場に即した素晴らしいお話を本当にありがとうございましたありがとうございました、えー、なお「ベターライフチャンネル」にてご覧の皆様はここまでとなりますこの続きはインターネット放送 SOTV にてぜひご覧ください